今日もコーチングお願いします。田中君、とんでもないこと思いついたよ。行くよ。バリスティックの素敵なスティック。しょうもない下ネタだったら殺す。ふん。ていうかその人誰ですか？今シーズンで追加された最強キャラ、バリスティックこと近藤俊介さんだよ。珍しくちゃんとした名前だ。近藤です、よろしくお願いします。声かわいい。今日は新シーズンのランクを学ぶよ。お願いします。今回から参加費用が全員30ポイント固定だ。35ポイントだよ。ああそうだった。また新アイテムエピックタワーにより、エバックタワーですね、エバックタワーにより漁夫の速度が増えてる。14位以内に入ればマイナスはないから。10位以内ですよ。ダメダメじゃねえか。